半分シャドウになってますね、顔がね、顔がね。ちょっと男前に見えたり、こう、少しね、イケメンライティングですね。レッドレッドリデンプションの方も見ていきたいと思います。今から向かうのがこのゲーム内で一番栄えている町でして、アメリカのニューオーリンズをモデルとした町というような設定となっています。で、今時間がちょうど今8時頃でして、今からその町に明かりがついていくという時間帯ですね。で、実際にちょっと町の中ブラブラ散歩していきたいと思います。1800年頃ですか？1900年前後です。あ、1900年。はい、うん、電気ももう通ってます。あ、あるのね、はい、電線も上の方に、はい、まあ、1879年にエジソン、トーマス・エジソンが電球を実用してますからね、うんうん、じゃあ酒場の方に今から入っていきたいですね、はい、かなり雰囲気いい感じですからね、はい、シャンデリアですね、はい、テーブルごとにこういうランプとかも置いてありまして、これはオイルランプですね。あ、オイルランプ、これ、うん、あ、この例えば壁面のこのブラケットはこれはホヤがあるので、はい、まあ、オイルランプかなんかガスかな、まあ、そういったものであるという可能性はありますね、うん、明暗があるのでなんかそういった火のランプですね、あの明るくなって暗くなってしてますよ、ね、あ、そうですね、ちょっとチカチカというか、まあ、なんかこれはいいね、これはね、これ以上にいいね、うん、結構なんかリアルさが一応売りのゲームですね、はい、うん、細かいところまでかなり作り込まれているという感じです、うん、このシャンデリアちらっと見たけど、キャンドルっぽい感じもしましたね。ああ、これそうですね、ちょっと見ぼけちゃってる。明るさが変化してるっていうことは何かそのような電気じゃないね、うんうん、北海道の小樽に北一ガラスとありまして、ここに、カフェというか食堂というか倉庫を改造したいい感じの天井の高い空間なんです。そこにこういった、オイルランプがいっぱい下がってるんですよ。いっぱいっていうのは5し20、20機とかそのぐらいかな、はいはい、でそれは全部そこの、北地ガラスっていうところで作っているオイルランプと、はい、朝晩かな、このシャンデリアを、ロープで釣ってるんですけど、これを下ろしてですね、オイルを補給して点灯させて、またこう吊り上げるって、そういった作業をしている。すごい手間ですね。そうですね。今でもやって、まあ、それがまあ売りなんで、まあ、ガラス屋さんなんで、そういったランプも作ってるんですよね。で、それはね、見事な空間ですね。で、今でも、もう、ありますね。見られるんですね。ぜひ、小樽に行かれた時は寄ってみてほしいですね、皆さん。横から来る光ですよね。人が立ってて、それをこう頭の上から照らすんじゃなくて、横から来る光の環境ですから、案外その表情とかよく見えたかもしれないですね。今この瞬間だったのにシャドウ、半分シャドウになってるんですね、顔がね、顔がね、うんうんうん、ちょっとまあ、男前に見えたりこう少し、ね、かなりむさいお堀の深い感じが余計出てますよイケメンにうん、うん、イケメンライティングですねイケメンライティング、どうしてもこう現代的な建築の照明ってその天井にいろんな設備をこう収納したくなるので、うん、天井に取り付けて下に光が出るようにすることが多いじゃないですか、はい、そうすると、まあ、影がねこうやっぱりこう出ちゃいますよね、こう、うんうん、まあ、日本人は割と平たい顔族なので、まあ、あんまり激しい影にはならないかもしれないけど、影が出ちゃうと、うん、やっぱり印象良くないということですね。まあ、ちょっと表情っていうのは分かりにくくなりますよね。そしておっと、ガーランド照明が見えましたね。さあ、これです、これです。この空中にその点々点々っていうのが浮いてますよね。これガーランド照明。これも賑わう、まあ、賑わいの照明みたいな感じですけど、うん、まあ、電球が点々で、よく見るのはディズニーランドのようなテーマパークですね。こういったところがいっぱいありますね。やっぱりこうワクワクしますね、こういう、うん、天候源がたくさんあるっていうのは、うん、
はい、これも、まあ、現代建築照明デザイナーにとってこういうガーラント照明ってこういう稚拙な技法っていうのはちょっと恥ずかしいなと思うわけですけども、はい、も最近はやっぱりあの新しいその若手建築家と仕事をしたりするとこのガーラント照明って面白いですねとかっていうことになったりして、はい、あの最近はようやくこういったものが定着してまいりました。一周二周回ってのガーランド照明。そうそうそう結構難しいんで、こう無造作に使うとやっぱりこう、はい、シンプルなものなんですけども、ここぞというときにこう使うと、はい、あとねあのアメリカカリフォルニアなんかのあのベイエリアっていうんですか、あの、うん、まあ、その辺のあのエリアに行くと、そのコーワーキングスペースに結構こういうガーランド照明がつってあるんですよ。なんかそういうこう、まあ、アミューズメントパーク的な感じを作ろうとしているのか、はいはいはい、まあ、リラクゼーションなのかわからないけど、うん、あれだけなんかお祭りって感じがこうしますからね、うん、祭り、そうですね、はい、仕事の対極にあるものっていう感じ。そうそうそう、まあ、そのあんまりその仕事と遊びとかそういうものを区切らなくなって、うん、この照明については何か作者に聞いてみたいですが、ひょっとしたらなんかそういった特別なアークトっていうようなものをイメージしてるのかもしれないですね。アークト、電気で点灯させる、すごく短い期間だけ生きてた照明方式ですね。アーク棒っていう、なんていうか炭素棒みたいなやつを高圧を流して燃焼させるときに強烈な光が出てる。効率悪そうな響きですね。非常にマニアックで、まあ、超眩しいものですけども、まあ、そういうものかもしれないですね。なんかこの街見てると、このかなり白目のライトとこのオレンジ目のライト、結構なんか使い分けがされてるなって思ってます。使い分けね、そうですね、はい、はい、なんかこういうの意図があるのかなとか勝手にちょっと想像はしちゃったんですけど、うん、そうですね、このやっぱり公共の照明で、はい、このやっぱりあの交通のためにこの路面電車と、はいはい、この馬車の事故が多かったんじゃないですかね。ああ、なるほど。きっとね、そのためにあのこの交通局としてはやっぱりちょっと最新型のアクトなんかを設置することによって、あ、まあ、交通事故の撲滅を図るということじゃないでしょうかね。確かにまさにこの路面電車 この線路沿いに沿ってこの強めの光が当たってるんで、ちょっと今移動しまして、そのサンドニっていうこの町なんですけど、うん、その一番高級な住宅が揃っている地区まで来ました。でここにちょっと裏庭とかがあります。はい、ここ裏庭なんですけど照明がたくさんありまして、はい、なかなかこだわりを感じたので、うん、ぜひ見ていただきたいなと思います、ね。どんなライトかですよね、はい、低い位置にありますね。なんか花壇にランタンみたいなのぶら下がってる、はい、ぶら下がってますね、これは。はい、結構低い位置ですね、これね。あんまこんな低い位置にはつけないですよ、花壇とか。これ本当に見たことないですね。どうなんでしょう、こういったあのこう回遊式庭園っていうのはあんまり、経験がないんだけど、あの夜のこういう回遊式庭園ってなかなか入れないですよね。あ、昼はあの5時までですみたいな感じで多いじゃないですか。なんかメリーゴーランド違う、これは、あ、違うね、そうではない、はい、そういったこのここは何なんだろうな、よくなんかここで談笑してるイメージですね、結構海外だと。なんか2番とかにこういうちょっとした、はい、まあ、屋外のホールみたいな感じですね。あ、そうですそうです、はい、ここは色温度的には結構低いですね。そうですね、これは、うん、やっぱりこれはランタンです。あのお金持ちの家だとしたら使用人がいっぱいいますので、はい、あの いちいちこれをそのランプに火をつけたり、はい、オイルを継ぎ足したりとかいうことがあのむしろそのステータスとしてやってたかもしれないですね。あ、スイッチパチッて入れたら全部つきますっていうのは、これは割とどっちかって言ったらそんなにお金持ちじゃない方の、うんうん、なんちゃってお金持ちの方はそっちの方がその使用人がね少なくて済みますからね。本当のお金持ちはやっぱりこうなんてたくさんの使用人をこう抱えているということにやっぱその町の名したりゆえんがあるわけだからね、うん、だからなるべくその手間のかかることを所作を好むということじゃないかな、うん、電気が使える時代になってもこういう火の方がそうですね、はい、位が高い。そうそう、うん、昔は日本 の、お金持ち の、その邸宅っていうんですかね、屋敷、はい、
ではですね、雨戸の枚数がどれだけあるかで、その金持ち度合いを、そんなのが評価したっていうのは、雨戸ですか。雨戸、はい。で、雨戸さ、開け閉めするのにすごい時間かかるんですね。で、同じようにその使用人が何人もいて、その雨戸を開けるのに、20人の使用人で2時間かかりますぐらいが最高にもかかるっていうことですね。そういうところでお金持ってるアピールというか、そうそう、だから、うん、そう、だからお金持ってるアピールというか、だからやっぱりその雇用をちゃんと守っているという、ああ、まあそういう、そうですか、まあ旦那としての、そのなんか社会的な責任っていうのもありますよ。そういうふうな線で見ると、なんていうんですか、なんか無駄金使ってそうだけど、ちゃんといろんな人にこうお金を、うん、そうそうそう、それは、まはい、回してるということが重要です、ね、雇用を創出してるんですもんね、それは。って、ね、いいことです。なんかちょっと経済評論家的なコメントになっちゃいましたこの水、面白いですね、この水底にこの光がこうあるっていうのは、はい、水中を取ってって水面に出るときに屈折して戻ってくるんですよね、はい、一部は外に出てくるんですけど、浅い角度で当たった場合は戻ってくるんで、こういうふうにモワモワっていう現象が起きますね。こういうのってやっぱり自然のものだから、見ていて飽きないですね。いや、このなんかこういいですね、光に向かって走っていく水分が多いから光が拡散してる。あ、そうですね、こう湿気がか、ちりほこりが分かります。空中に浮遊しているその固体、微粒子があると、こういうふうに光の光合がこう見えてきますよね、うん、よく大学なんかでいろんな課題を出して、そのこういう光環境を考えろとかって、でこういうふうに光のこの光合を出したいとかっていうふうに考える人は多いですね、はいはい、やっぱり印象的なんですよね、うん、根性ある学生はドライアイスかなんか持ってきて、はい、煙を焚いて、これです先生とかっていう人がいて、ちょっとそれはそれで感動的です。なんかそういう、そうす、なんか変わった発想というか、なんか、いやいや、まあでも何らかの方法でその表現できれば、伝え、人に伝えることが重要なので、うん、逆光いいですね。かっこいいな、これ。これ、この絵かっこいいですね。そうですね。逆光は想像力をかきたてるし、何、うん、かこうクリエイティブですね。太陽の光は、これはグレアではないですか。これはグレアということもできますけれども、太陽って一つじゃないですか、基本的に、はい、うん、で、だからその目をそらせば、その逃げることができますよね、眩しさ、はい、あ、まあ、そういったものは、だからあまりこうネガティブな感じというよりも、もっとそれによってもたらされるそのこのシャドウだったり、少し逆を向けば何かに反射したきらめきだったりがこう見てるので、あまりグレアとは言いませんね、うん、その瞬間一瞬、例えば自動車運転しててちょうどカーブ曲がった時に、この西日がバーンとこう目に入ってきたなんていうのは、まあグレアというふうには言います。なるほど、なるほど。めちゃくちゃ分析です。生物的な何かをもうちょっとこう命を感じるぐらいの感じですよね。とことんリアルです。綺麗な場面見てる時に限ってするイメージあるな、こいつ。この、まあね、ちょっとそれはなんとなくやっぱりそういうこうスタンスなんですか、作者の。あ、ただうっとりしてるんじゃないよと。そうそうそう、そう、もうちょっとこうリアリズムというのか、なんていうんですかね、こう、はい、地球上で行われてる営みというのに興味を持ってるんですね。うん、急に巡航に変わったっていう瞬間が今かっこよかったですね。